どうも、ねずっちです。昨日ですね、月に一度のピンライブねずっちのいろいろしてみる60分が無事終わったんですけどね、ゲストの純一ダビッドソンとですね、まあ、企画コーナーもやりましてね、お題をもらって僕が普通に謎かけして、純一くんは本田圭佑さんのモノマネでね、無回転謎かけをするというね、そういったコラボやったんですけどね、ワールドカップってお題が来た時にね、で僕がワールドカップとかけて、汚い部屋と解く、その心は、どちらも埃がかかってるっていうのをやってね、したら常連のお客さんがですね、ねずっちっつって、それもいいんだけどさ、ワールドカップで昔やったあの秀逸なやつやってってこう言ってきましてね、全然覚えてなくてですね、えつって、そんなのあったつって、あったよ、横綱級のやつがあったんだよって言ってね、全然思い出せないからお客さんが言ってくださいつってね、まさかのお客さんが立ち上がってですね、ワールドカップとかけて割り箸と解く、その心は日本は一つになってますっていうね、やってね、でこれねずちが前やったんだよって言って、ああそういえばやったなと思ってね、我ながらいい出来だね、ではまた。